福岡市立少年科学文化会館は、福岡県福岡市中央区舞鶴にあった科学館。2016年3月30日限りで閉館。同年10月1日に、福岡市中央区六本松に福岡市科学館が開館した。1971年5月5日に少年文化会館として開館。その後、 プラネタリウムの設置などを経て1983年11月3日に現在の名前に変更された。開館以来何度も増改装がされており、最後の改装は2000年に行われた。一部の展示はアジア太平洋博覧会の際の展示を流用している。開館から40年が経過し、施設の老朽化や建物の耐震性などが問題となっているため、 福岡市では2011年3月に少年科学文化会館基本構想検討委員会を立ち上げ、福岡市青少年科学館特定事業を進めた。この計画により少年科学文化会館は2016年3月末に閉館し、翌2017年10月に九州大学六本松キャンパス跡地に代替施設として福岡市科学館が開館した。 跡地は隣接する福岡市立舞鶴小中学校のテニスコートになっている。ありがとうございます。